ジョエル・アサフ・アレンジョエル・アサフ・アレンは、アメリカ合衆国の動物学者である。アメリカ自然史博物館の最初の動物部門の学芸員、アメリカ長学会の初代会長などを務めた。高温動物において、同じ種の個体、あるいは禁煙のものでは、寒冷な地域に生息するものほど、耳、糞、首、足、尾などの突出部が短くなるという、アレンの法則を唱えたことで知られる。 マサチューセッツ州のスプリングフィールドに生まれた。少年時代から博物標本を収集したが、1861年にウィルブラハム・モンソンアカデミーに入学するために、それらの標本を売却した。翌年ハーバード大学に入学し、地質学者のルイ・アガシーの下で学んだ。1865年にアガシーが率いた、ブラジル調査に参加したが、帰還後、病気となり、 スプリングフィールドの両親の農園で静養をした。1867年までに健康が回復した後、オンタリオ湖のソドスワミや、イリノイ州、ミシガン州、インディアナ州で、収集旅行を行った後、ハーバード大学比較動物学博物館の鳥類、哺乳類部門の学研員に任じられた。1868年から1869年には、まだ開発が進んでいなかった。 フロリダの調査に、鳥類学者として、チャールズ・ジョンソン・メイナードと共に参加し、期間後、オン・ザ・マーマルズ・アンド・ウィンターバーズ・オブ・イースタン・フロリダ、1871を発表した。1871年に、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれた。その後の数年間、ハーバード大学博物館、コレクションを増やすために、アメリカ中西部を旅した。その後、健康を害し 野外調査を行わなくなり、1882年に、鳥類学者のウィリアム・ブリュースターとコロラド州を調査したのが、最後の野外調査となった。資料の研究と著作、編集が活動の中心になると、1878年に、ナトール鳥類学クラブの機関誌の編集者に、任じられた。1883年にブリュースターとエリオット・カウズと共に、 アメリカ長学会を設立した。病気のため最初の総会に参加できなかったが会長に選ばれ、機関誌ザ・オークの編集長を務めた。1885年にアメリカ自然史博物館の鳥類、哺乳類部門の最初の学研員に任じられ、後に鳥類学の部門長を務めた。1886年に後に全米オーディオボン協会となる。 野鳥保護の活動を始めた一人である、アメリカ科学振興協会、アメリカ哲学協会の会員も務めた。ありがとうございます。